小島神谷御殿小島神谷は、静岡県静岡市清水区小島本町一丁目にある、駿河国小島藩の神谷跡、国の史跡。駿河小島藩は、江戸時代の1689年に、旗本の松平信孝が4000国を加造されて1万国の、不代大,大名に列せられたことでに通藩した。1704年、信孝の跡を継いだ。 松平真嗣が、駿河国井原郡小島に陣屋を構え、小島陣屋が建造された。城跡は、最大4メートルにもなる石垣を多用した三段構成の、車からなる城郭風構造となっている。以後、同陣屋は164年間にわたり、小島藩生の中心となった。1868年に、小島藩は、和佐国に移され、静岡藩の管轄となった。 1874年には小学校に転用された。1928年に小学校は移転し、神屋に関わる建造物は解体されたが、古殿書院のみは別の場所に移築されて、公会堂として利用されてきたほか、現在は小島町文化財資料館となっている。2001年には小島藩、神屋御殿として、市の有形文化財に指定された。また、 旧人や跡地は、石垣や建物跡などの移行が良好な状態で残されていることから2006年に国の史跡に指定された、小島寺に跡に関するカテゴリー。ありがとうございます。